を受ける側になったわけですけれども、どうですか？はい、はい、準備万端です。準備万端で。もう何でも、何でもどんと、どんと来いと。はい。ただそう、皆さん何に興味があるかわからないんですけども。そうですね。1時間、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんの、はい、ね、興味に沿うかどうかわからないんですが、コメントしていただければ、はい、そこも、質問に加えたいと思いますので、はい、よかったら質問してください。はい。はい、では最初に、いくみさんが、トルコに住むまでのあたりを伺いたいなと思うんですけども、はい、今回インタビューで皆さんのお話を、見事に引き出してたかなと思うんですけども、もともと郁美さんって絨毯屋さんではなく日本では違うお仕事されてましたよね、うん、そうですね、はい、日本では雑誌の編集ライターをやってました。大学、まあ、大学は全然関係ない農学部っていうところを卒業したんですけども、うんうん、でその後、就職に関してはね、とてもすごく楽ちんな時期だったんです。ちょうど景気も良くて。で、まあ、そういった都合もあって、就職してもしなくてもいいかなぐらいの感じでいたんですけども、うん、なんかやっぱりちょっと、実はね、就職したかったんです、私。いっぱい、会社、学校側にはね、面接受けに来てくださいっていうようなことたくさん来てたんですけども、実はですね、その在学中に、なんか今でもあるのかな、日産の童話と絵本のなんかグランプリみたいのがあって、ありますね。ありますよね。うんうん、はい、なんかね、それもなんか別に私興味があったわけじゃないんですけども、実はちょうど在学中のもう卒業間近な時に、交通事故に遭いまして、車追突されたんですね、後ろから。うんうん、その時に、なんかまあちょっとこう、麻痺で、右手が動かなくなった時期があったんですよ、数ヶ月。うん、でその時に、あれ、手が動かないっていうのはやばいかなと思って、うん、すごく不安になったんですけども、ちょうどこう、ワープロが出始めた頃で、うん、ワープロをね、買ってみたんです。そしたら、まあ、左手でも打てるし、まあ、宿題もできるし、なんか、とりあえず、学校のことはできるや、大学のことはできるやと思って、ワープロなんて便利なんて言って思って、今考えたら、3行ぐらいしか出てこないようなワープロだったんですけど、でも、それで、ね、打てることが分かって、うんうん、そうそうそう。なんか、それ打ってたら楽しくなってきちゃって、うん、ついでになんか創作でもしてみようかなと思って、ちょうどその童話のコンテストがあったんで、童話1本書いたんですよ。うん、あら、で送ったらなんと、うん、対象は取んなかったんですけど、うんうん、佳作かなんかでそのなんか10名そうそう入ったんですよ。ちゃんと賞状いただいて、あれ、私もしかして物書きの才能があるのって一瞬にして思ったんですね。なるほど、そこで開花したわけですね、うんうん、そう。でその後にもう一件やっぱりなんか童話大賞みたいのがあって、それもついでだから、まあ書いて送ってみたら、うん、そっちの方は、うん、優秀賞入って本になったんですよ。すごい才能あるじゃないですか。いや、ないんですよ。だって全然書くことに関しては興味がなかったので、ただ小学校の時にほら作文得意な子供とかいるじゃないですか。うんうん、ああいう感じだったんですけども、なんかそんな感じで、私、うん、就職しないでこのまま作家活動みたいな、すごい単純ですよね。うんうん、なんかあんまり考えないたちなんですけど、何作家だってやったみたいな感じで、なんか親にも、私なんかどうやら才能があるらしいからって勝手にね、誰も言ってないんですよ。誰も言ってないんだけど、そうそう、家で作家活動するから就職しないって言ったんですよ。うんうんうん、だから別に親ももういいや、うん、いいよっていう感じで、家にいたんですけど、はい、うん。だけどやっぱりね、退屈なんですよね。やっぱりずっと何かしてないと生きていけないタイプの人間なんで、うんうん、これ退屈だと思って、で、まあ、東京に戻りまして、実家の方戻りまして、うん、あまりにも退屈だったので、で、なんかじゃあ書くことと関連して、なんかアルバイトでもやろうかなって言って、うん、ちょうどその編集部の方でね、アルバイト募集っていうのがあったので、うん、アルバイトならいいやと思って、うん、なんか就職はちょっと嫌だなと思いながら、アルバイトで入ったのが、そのちょうど、うん、編集部だったんですね、出版社の。そういうつながりで編集だったんですね。そうなんですよ。だからそれまで全く興味はなかったんですよ、ゼロ。で、それもアルバイトだからっていうので、まあ、応募して入って、でまあ、アルバイトだったんですけど、うん、ね、すぐに契約切り替えられて、うん、社員になりまして、うんうんうん、はい、社員になりまして、うん、まあ、しぶしぶすごい頑張って1年、うん、1年2ヶ月かな、なんかそれぐらい働いたんですよ、うんうん、でもその後にやっぱりちょっと
会社勤めっていうのがどうも多分合わないなって自分では思ってたので、うんうん、辞めたいって話をしたら、じゃあフリーになって、うん、そのまま仕事続けてくださいってことで、うんまあ、そこの会社も、その会社も続けながら、うんまあ、フリーなんで他の仕事ももちろんいただけたりとかするんで、うんまあ、そういったね、その時にはちょっとつながりがあったんで、うん、そんな感じで仕事いただきながら、その後何年かはそんなようなことで生活してたんですけど、世の中やっぱり甘く見てますよね。ちょうど景気のいい時で、本当今と全く違う時じゃないですか。今みんな大変ですよね。うんね、だけども当時って、ね、そうそう、当時は本当にあの、うん、なんか広告関係とかだと1ページちらっと書くと10万円とか、3ページとか30万円とかっていう世界だったので、なんかやっぱり世の中 甘く見て暮らしてたっていうのはあったんですよね。いい時代ですね。いい時代だけど、やっぱりお金もかかる、遊ぶのもお金かかるし、あまあね、そっかそっか。そうそうそう、うんうんうん、やっぱりあの洋服買うんだってお金かかるしみたいな世界だったんですけど、その分ね、うんうん、あのまあ、稼げる時代でもあったって感じで、今のライターさんに聞いたらね、うん、そんなにもらえないってもちろん言われるんですけど、あのそんな感じで、あのちょっとまあ楽をしながら、日本でライターをやってました。ただし、あの、いろんな仕事はもう選ばない、うん。もう来た仕事は絶対受けるっていうのが私の主義で、うんうん、どんな仕事でもあっても、この自分ができる内容であったら、うん、もうとにかく受ける。うん、断らない。うんうん、もうそれはあの、今でもタイプなの、やり方として同じなんですけども、うん、あの、来た仕事は絶対引き受ける。して、しかもちゃんとやる納期までに、うん、あの返すっていう、その姿勢は変わらず、あの続けてます。逆に本当にフリーってなんかお金儲かって楽そうでいいななんて思われるかもしれないけど、うん、フリーこそ大変で、うん、逆に縛りがないから、うん、24時間365日全部働かなきゃいけないじゃないですか、うん、そうですよね。そうなんです。あれって逆にきついし、うん、休み取れないし、ね、そう、うんうん、もうその頃からじゃあ、ね、今の土台が培われたってことですよね。インタビューの技術とか体力とかね。いやもうなんか、いや そこまで覚えたかどうか分かんないけど、その働く姿勢に関しては、うん、僕断れない、もう自分の身一つっていうことは覚悟する、うんうんうん、っていうのはね、あの本当にその時にもう覚えたというか叩き込んだっていう感じですよね、うんうん、そうなんですね、うん、でそうやってなんかバリバリ働いてて、うん、辞めるきっかけっていうか、トルコに行ったのが先ですか？辞めるきっかけの方が先ですか？そうですね、あの 、うん、特に辞めてはいないんですけど、未だに辞めてはいないんですけど、ただ、そう、フリーのまま、まあ、仕事、フリーのまま仕事をしてて、うんうん、でまあ、あのやっぱりあの仕事がすごく本当ラッキーなことに仕事たくさんいただいてたので、うん、逃げ場がないんですね。で昔の時代って皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、フロッピーっていうのがありまして、ワープロ で、はい、でフロッピーに入れてそれを、うん、あのバイク便に渡して持ってってもらうっていうような、うん、そんな感じだったんですね。その前はもちろんファックスとかもありますけども、急ぎの場合はフロッピーに入れてバイク便で持ってってもらう。そうすると日本国内だと逃げ場がないじゃないですか。どこ温泉行っててもじゃあ仕事やっといてねってみんなが音声入ってる時に、私部屋の中で仕事やってバイク便呼んでフロッピー渡すという作業をしなきゃいけない。なんかそんなことをずっとしてたら、なんかこれ日本国内にいる限りは絶対あの休みが取れないってちょっと思ったんですよ。でまあ幸いなことに今のようにインターネットってなかったので、あの海外行っちゃえば逃げられたっていう、なるほどね、感じですね。今だともう海外でも逃げられないですよね。うん、そうですよね。24時間どこでもね。そうですよね。ね、懐かしいって言ってる方います。そうですよ。懐かしい。そういう時代だったんですよ。うん、で、まあ、うん、まあ、逃げる手段として海外旅行行ってれば、うん、その期間は締め切りないって思い込んで、連絡もつかないはず。そうそうそう。うん、連絡もつかないはずとか言って、うん、海外旅行に行き始めたんですね。うん、それもまあ、あの、まあ、身近な感じで、あの、近くのアジアとかに行ってて、うん、あの、本当に贅沢な旅ですよ。ちょっと夕飯に、これ食べにシンガポールまでとか、素敵。本当にそういった旅を、いいでしょうね。
そうそう、すごく頻繁にしてました。うんうん、で、そんな中ね、長距離で行くのはちょっと嫌だったんですね。まあ、時間的な問題もあるし、うんうん、飛行機あんまり乗るの嫌だったんですけど、本当、たまたま、うちは家族がみんなそれぞれ、自分それぞれ勝手に外国行くタイプだったんですけども、うんうん、母は母で出かけて、父は父で出かけて、うん、兄弟たちはまた仕事で出かけて、みたいな感じで、なんかある日、家に誰もいないって時があって、みんなどうしたのって言ったら、誰か残ってると思ったって、みんなそれぞれ用事で海外いたっていう時があったりとか。すごい。そんなに頻繁に、ね、そんな感じだったんですけど。うん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 、なんか、それでたまたま、なんか母がちょっと一緒に旅行、うん、私も稼いでたので、母、一応親孝行として、なんか、旅行をおごってあげるよなんて言って、どこ行きたいって言ったら、母が、当時まだ珍しかったトルコに行きたいって言ったんですね。うん。でまだ、まあ、当時、まあ、トルコそんなに、なくってツアーも。で、そこそこ高かったんですけども、うんうん、なんかたまたま、ユーラシア旅行者さんで、30万円台の旅行があったんですね。うん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 、で、あ、これはちょっとじゃお手頃かなと思って、それを申し込んで、母と来たのが、本当に最初のトルコ。いつぐらいですか、うん、それがもう92年ですね。92年。はい。でまあ、それが一番最初のトルコなんですけども、うんうん、なんかもうそれ来て、あともう缶置かず、うん、そのままトルコって感じなんです、ずっと。へー。じゃあ最初の印象がすごく良かったってことですか？ね、どうなんでしょうね。なんか、ね、トルコの情報って全くなくって、興味あったのは母があったわけで、うんうん、私が別にトルコに興味あったわけじゃなかったんですけども、うんうん、だって正直言ってその時のトルコって、うんなんか言ったら怒られちゃいそうなんですけど、砂漠があって、ラクダに黒い服着た人が乗って、歩いてるって思い込んでました、正直。でそれぐらいまあ情報がなかったっていうこともあるんですけども、なんか実際トルコに来てみたら、なんか全然違う、本当に、面白い国で、しかもなんか一番良かったのがやっぱりこう、人ですね、その人の温かさとか、その親近感とかっていうのが、なんか昔の自分の子供の時のね、生活見てるような感じをすごく感じたんですね。うん、これトルコって面白い国だなって知らなかった分、うん、すごくこう衝撃を受けたというか、うん、ギャップっていうかね、うん、そうですね、なんかそこからトルコ面白いぞって何これって思ってた時に、そのユーラシア旅行者さんのガイドさん、日本人のガイドさんですね、添乗員さんですね、添乗員さんがなんかやはりこうトルコを以前、なんか話によって羊飼いと一緒に日常を過ごしてた方で、なんかトルコのお話もすごい詳しく面白くて、でちょうどその方がねツアーなんだけども途中で村に寄ってくれたりとかって面白い工程をね、うん、一緒にこう盛り込んでくれたんですね、うんうん、でその時にやっぱりなんか村の普通の女性たちがなんか言葉も通じないのに、うん、なんかお家入れとか、うん、飲んでけとか、うん、困ってけとかって一生懸命身振り手振りでやってくれるんですよ。もちろんその時はトルコ語わからないですから、うん、なんだろうと思ったんですけども、なんかこのなんだろうこの温かさっていうか、なんでこの人たちはってすごく思って、うん、いやもうこの人たちと喋りたいっていう思いだけで、日本帰ったらすぐちょうどあった日本、トルコ日本協会かな、うん、それの、トルコ語講座申し込んで、うん、すぐ受講したんですけど、当時の早々即、うん、もう考えずに大島先生がまだね、ご存命だった時の、うんまあ、生徒なんですけども、うん、また大島先生っていう方もすごくこう、うん、トルコを愛された先生で、言語のプロではなかったんですけども、そのトルコ愛がすごく伝わるような授業をね、されてて、トルコを愛してる姿勢がすごくあったんですね。まあ、それにも影響されましたね。で、なんかトルコがすごく素敵に思えて、また絶対トルコ語を覚えてトルコに行きたいっていう、まあ、目標を持ったんですね。なんかすごくこう、出会いが良かったってことですよね。お母さんのきっかけも良かったし、ガイドさんも大島先生も、うん、なんかね、もうこの道を行けって感じに、レールを敷かれた感じがありますね、聞いててね。すごい。なんかね、そういう、まあ、うん、
なんででしょうね、なんで惹かれたか本当にわからないですけど、なんか特に出来事があったとかってそういうことでもないんだけども、なんかすごくこう懐かしい感じをして、すごくこう惹かれる感じはあったんですね。でそれからやはりちょっと日本に行ってお仕事したりとかもしたんですけども、大体もう時間ができるとあのチケット買ってトルコに来る、だからもうほぼ92年のその旅行を発端にほぼトルコにいるっていう感じです。あ、そうだったんですね。その頃はどの辺回ったんですか、トルコの。どの辺回ったんですよね、ぐるっと多分、日本のお友達と多分一緒だったと思うんで、ぐるっと回ったと思うんですけど、大体回ったし、あのすごくなんか観光地もアンタリオももちろん回ったし、当時、あの電車乗って、いや、あの夜行乗って市バス行ったりとか、なんか結構いろんなとこ行ってるんですよ、よく考えたら。なんか忘れてたけど、よく考えたら、あ、ここ行ってるよねみたいなところもたくさんあるんですけど、ほぼぐるっと回った感じでは回りました。ただやっぱりこう当時まだね、あの言葉も足りないし知識もあんまりない中回ったので、なんかよくそこまで見てなかったと思うんですけど、なんかでも大体こう大雑把に見て、で、まあ、トルコ人本当にまたますます面白いで、なんか優しいとか、あの親切だとか、なんかね、悪いこと本当になかったんですよね。なんかやっぱり旅行先ですから、あの、これを国に限らずね、やっぱりいろんなことを危険っていうのは伴うものなんだけども、なんか本当にこの旅行に関しては、あの嫌な目に遭うこともなかったし、危険な目に遭うこともなかったし、むしろ本当助けられて、なんか逆に恥ずかしいぐらい、女子高校生にね、バス代出してもらったりとか、私たちの方が、いや、大人だよとか言っても、いや、もうお客さんだからどうぞみたいな感じでね、どこ行っても本当にあの助けてもらってね、なんかそれに甘んじちゃいけなかったんだろうと思うけど、でも当時、本当にそれぐらい優しい人たちがたくさんいて、その時代もね、そんな人を疑わずに住むような環境だったので、すごく本当にいい思いっていうか、いいところたくさんあの見ました。きっとなんかいくみさんもいいパワーを持ってて、引き寄せられたというか、引き寄せあったっていうか、そういうのもあるのかもなんて。まあそれはどうですね後付けかもしれないけど、なんかそんな気もしますね。でそうやって何回もトルコに行ってて、なんで絨毯屋を始めたのかなっていうのが気になってるんですけど、絨毯屋を始めようってすぐ思ったんですか？あ、思いました。っていうか、絨毯っていうか、なんか絨毯に出会ったってことですか？まああのまあ、あの旅行に行くと、まず一番最初のツアー旅行っていうのは、まあ、ツアー旅行だったので、もうお決まりでちゃんとあの絨毯屋さん巡りとかありますよね。行くわけですよね。で、いろんな説明を受けて、まあ、私そこでは買わなかったんですけども、皆さんね、結構高級絨毯とか買われてて、当時景気も良かったんで、ね、何百万とか何千万する、そうそうそう、シルクの絨毯とか売れてました、当時。美術とかに行って買われてるお客さんもいたんですけども、なんかあのね、そのモチーフに意味があるんだとか、まあ、絨毯屋さんの言うことですから、どこまでその時本当だったかどうかわからないんですけども、なんかその女性の手によって作られたものであって、そういった女性たちのね、考えとかがもともと織り込まれているものだってことにすごく興味を持ったんですね。でそれまでもその、ペルシャ絨毯とかって日本で紹介されたんですけども、トルコのキリムって多分紹介はされてるんですけど、こう一般的にまだ広まってない状況で、やっぱりペルシャの方が断然有名だった時に、あ、トルコにもこんなものがあるんだなっていう認識で、これなんか面白いな、なんかこれでやりたいなと思ったんです。で、まず、まあ、最初はね、トルコに住もうなんて全然もちろん考えなかったんで、なんか日本でね、トルコ絨毯のお店とか、できないかななんてちょっと漠然と思ったんですね。で物件いろいろ探したりとかしたんですけど、まだ景気が良かった頃なんで、結構高くってどこも、あのちょっとね、あの自分の予算で手に負えないようなところが多かったんで、これはちょっと考えて、まずトルコ語修行でもしてから、それからまあ考え直そうかななんて思ってたんですね。でもとにかく基本的には日本で絨毯屋をやってみたいなっていう思いはずっとあったんです、その時に。でその絨毯屋になるためにも、どうやって絨毯を手に入れるとか、まず全く知らないじゃないですか。そうですよね。もう全くそのネット情報も何もない時ですから、でもきっとね、
カイセリあたりのね、商人とね、うん、やり合わなきゃいけないんだろうなって漠然と思い込んで、うんうん、これにはまずね、トルコ語、うん、もう流暢にならなきゃ、彼らとやり合えないなって思ったんですよ。うんうんうん、だからとにかくトルコ語を頑張らなきゃって、もうそれを思ったんですね。で、そういうのもあって、まあ、トルコに来て、うん、実践しながら、で、自分もすごく、あんまりこう勉強しない立ちなんですけども、やっぱりそのトルコ語に関しては、本当にあの日本にいた時でも、通勤電車の中でもずっとトルコ語の勉強しました。あんなに勉強したものって多分、過去ない、受験の時ですらあんなやったことないぐらいの勉強はしました。やっぱり好きなもの、打ち込めるものっていうのはそれぐらいやれるんだなっていう感じですね。そうですよね。しかも、ね、目標もあるからね、なんとしても。そうですね。商人とやり合えないですもんね。そう。で、トルコ語もだいぶ覚えて、うん、最初の絨毯はどこで仕入れたんですか？最初の絨毯ね、まだそこまで絨毯屋になろうとは思わなかったんですけども、うんうんうん、まずあの言葉をね、頑張ろうと思って、うん、まあ、時間も、時間っていうかもう、ちょっとトルコでもまた行こうかななんて思って、うん、あのトメルっていう、うんうん、アンカラ大学の付属の語学学校みたいなのがあるんですけど、うん、皆さんトルコ語習いに行くと大概そこ行かれるんですけども、うんうん、トメルにね、トルコ語でもとりあえず習おうと、日本でも習う場所がなくなったので、うん、まあ行こうかなと思って、当時もやっぱりあのインターネットとかないですから、うんうん、あの事前にね、調べるとかっていうのもそんなにできなくて、たまたま、うん、アンタリアに来たんですけども、うんうん、アンタリアも別に知り合いがいたわけとかじゃないんですよ。単純に寒いとこ嫌だなと思って、イスタンブールとかアンカラ寒いしねって。うん、で、まあ、あとはエーゲ海か、うん、あとは地中海のあたりか、うん、それだったらあったかくていいかなと思って、うん、なんとなくアンタリア、そうそう、アンタリアならあったかいかなと思ってきて、でトメルに行ったらちょうど明日から開くわよって言われたんで、うん、あ、ラッキー。タイミングがいい。ね、そう、本当にラッキーって感じ でお金申し入れて、うん、で申し込みをして学校行き始めたんですね、うんうん、で、まあ、あの日本人あの勉強は、ね、しますから優秀だったんで喋れないんですけど、うん、あのテストを受けるとすごくいい点取るんですよね、うん、で同級生とかあの、まあ、ロシア人とか当時ドイツ人とかのトルコ人の旦那さんがいるとか彼氏がいる方が多くて皆さん喋んなペラペラ喋ったんですけど、うん、なんか私は喋れないくせにテストだけ妙に点が取れるから、うん、すごく嫌な顔いつもされてたんですけど、なんであんた喋れないのに点だけいいのって言われて、うん、確かに喋るのはやっぱり喋り慣れてないから苦手だったんですけども、うん、でもやっぱり暮らしていくうちにね喋れるようになってきて、うん、あのね生活してるってやっぱり大切ですよね。どうしても全部自分で喋って何とかしていかなきゃいけないっていうのはあるんで、うん、使いますもんね、どうしたって、ね、うん、そうなんですよ。うん、それで渋滞屋になるところですよね。あ、そうそうそう、またトルコ語のことも聞きたいです。渋滞屋になるっていうのもね、なんか、うん、なろうと思ってなったわけじゃなくて、なんかたまたまやっぱりこう渋滞屋の知り合いとかね、できますよね、あのカレー市とかにいるから。そうそう、前に渋滞屋もいるし、大体声かけてくるの、日本人に声かけてくるのなんて渋滞屋さんぐらいですから、うん、でもそんな感じで、あの、まあ、知り合いはたくさんいたんですけども、うん、それで、まあ、あの、渋滞屋やってみたいなみたいな話してて、うん、まずはお店を借りなきゃいけないですよね。うんうん、で、当時何にも知らないから、うん、ただお店、あの、貸店舗みたいなのを探して聞いてみたら、やっぱりそこそこ高くて、うん、これ借りれないからもうやっぱりやめとこうかななんて思ったら、うんうん、たまたまなんか金後で払ってくれればいいよみたいな人が出てきて、いい人に出会ってしまい、いい人かどうか分かんないけど、うん、その時にもしね、断ってくれてたら、あの、やっぱり1年間の毎、あの、一括払いで払ってねって言っていただいてれば、やっぱり100万、200万の話だったので、うん、払えなかったので、私多分日本に普通に帰ったと思うんですよ、トルコ語終わったら。うんうん、ところがなんか後で払って、日本人だろって、まあ、日本人ってだけですごく信用があって、うん、まあそれで、あの、後でいいよって言われちゃったから、うん、あ、そうなのって、じゃあ借りようかなって借りて。不思議ですよね。だから本当になんか、頑張って計画してやろうと思ったことって一つもなかった。なんですよ。なんかその流れの中で、その時も絨毯たくさんあるわけじゃなくて、
なんか人からもらったお土産物みたいなのとかも並べたりとかしてたら、うんうん、たまたまその店の前に立ってたら、日本人の今考えたら40代ぐらいの女性2人が旅行に来てて、でアンタリアなんて日本人ほとんど来るような土地柄じゃなかったんですけど、うん、あなた何してるのって声をかけてくださったんですよ、店の前にいたら。こういうわけでって、いや渋滞屋でもやろうかなと思ってって立ってたんですって言ったら、うんうん、あらそうなの、じゃあ買ってあげるわよって言って、その方たちが1枚ずつ買ってくれたんですよ。で買ってくれたお金でまたそれを使わずに、それでまた絨毯仕入れて、でまたお店少しずつそういう感じで徐々に大きくしていったんですけども、へ、なんか気がついたら5000枚ぐらいの絨毯持ってるお店になっちゃいまして、動けなくなっちゃったというか、なんかもうそんな感じで、ただそれもなんて言うんでしょう、計画してやったわけじゃないですよね。なんか私の中でやっぱり失敗したら日本戻ればいいじゃないっていう、感覚でしかなかったから、なんかすごくもう、一生かけてね、もうトルコに移住して、ここで商売して成功させなきゃっていう感じでは決してなかったので、逆に言うと気軽だった。失敗すれば戻ればいいだけみたいな。若かったしね、なんかパワーと。そう、若かった。若かったっていうのは確かにあって、今同じことやれてたら絶対やんないと思うんですよね、考えちゃって。もうちょっとね、慎重に、ね、なるかもしれないですけど、でも。そうですね、考えますね。いや、でもその勢いが良かったんですよね。やっぱそういうことを考えたりとか、やれる時期っていうのは必ずあると思うんですね、人間にね。でその時に、もう石橋やっぱり叩いてとか慎重になってやらない選択っていうのももちろんあると思うんですけども、本当私はいつも言ってますけど、石橋本当叩かないたちで、なんかやれんのかなと思うと、とりあえず渡ってみるっていう。できたらできたでそのまま進めばいいし、ダメならダメで戻ればいいし、またやり直しすればいいじゃないっていう。その深追いもしないし、損失があったとしてもその損失そこまでっていう、もう感覚なので、あんまり怖いものはないですね。なんか失敗することが怖くないっていう。まあ、これ性格ももちろんあるんでね、皆さんに言えることでは決してないし、だから今聞いてる方、ね、励まされると思いますよ。なんかすごい元気になる言葉ですよね。そうですか、ね、やってみればいいんだってね。でも本当あるじゃないですか。私も自分で女性でね、結婚もしないで仕事してて、20代とか30代、私結婚すごく遅かったんですけども、結婚もせずにね、将来やっぱり不安に感じる時ってやっぱりありますよね。で仕事もなんとなくできてはいるけども、じゃあすごく成功してるとか、名前があるとかっていうわけでは決してない中、その物書きとしてもそうだし、絨毯屋さんとしてもそうなんだけども、そういった中に、やっぱりこう、どうしてこの先どうしていったらいいかとかっていろんな不安があるときに、なんかやらないよりは、思ったことをやらないよりは、とりあえずやって失敗したら自分の責任でいいじゃんって、なんか自分で決めたことだからって、なんかそれはすごくいつも思って意識してやってたんですね。だからもう結果論で、まあなんとか来たし、もちろんね、途中すごい失敗もしたし、大損もしたし、まあね、言うのもはばかれますけど、人にももちろん騙されてるし、すごく損失も出してる。だけど、結果的にはね、トータルで来ると、最終的にはもうなんとか帳尻も取れてるし、今トルコにいて嫌な気分っていうのももちろんないし、いや幸せだなと思えるような今現在があるので、全てはまあ結果っていうか、でもまあもちろん過程も大切なんだけども、怖がってね、やらないで、あの時やっとけばよかったなとか、あの時トルコ行ってればよかったなとか、あの時渋滞をやってればよかったなとかって思うぐらいだったら、やって失敗しちゃえみたいな。自分の人生ですもんね、そうなんですよ。またほら、家族もいなかったしっていう、その守るものがなかったし、親もまだ若かったしっていうのももちろんあるんですけど、まだできる年代だったし、失敗してもやり直しができるだろうっていう、そういった考えももちろんあったしね。なんか責任は全て自分だけっていう、そんな感じですよね。素敵です。なんかお店の名前がみふりさんなんですけど、それをつけるきっかけっていうか、なんか印象に残った言葉だったんですか？なんか、いや、みふり村っていうなんか村あるんですよ。トルコに？トルコに。
まあ、そこから取った名前ですけども、なんか、日本の文字当て、当てはめたときに、美しい布の里。うんうん、ああ。あ、これもいいなと思ったんですね。いいですね。だから感じもあったんだ。そう、でも本当だから未だに私のことミフリさん、ミフリだと思って呼んでくるトルコ人の女性すごく多いんですけど、ミフリっていう名前自体がトルコの女性の名前にあるんですね。ただすごくやはり珍しいんだそうです、うん、で時々ね看板見てね、あなたもミフリさんなのって来る女性がいて、違うけどって言うと、私実はミフリって名前で同じ名前の人がいたと思って喜んだのよって、そういう方が今まで過去やっぱり何名かいらっしゃって、うん、まあ、そうじゃなくても普段もね皆さん、私の本名を知らずにみんなミフリさんって呼んでるんですけど、まあ、女性の名前ですね、はい、なるほどなるほど、で今郁美さんは絨毯だけじゃなくて親もいっぱいコレクションされてると思うんですけども、うん、親っていうのはどの辺から意識して見つけるようになったんですか？そうですね、まあ、絨毯キリムも好きだったっていうのはあるんですけども、うん、別になんか絨毯キリムにこだわらず、うん、何でもかんでもなんか古いものとかそういった手工芸ですね、うん、手仕事に関してはもう見つけると何でも欲しいっていう感じではあったので、うん、どこ行っても何見つけても全部欲しかったんですね。でまあ、そんな中で、うん、やっぱり村とかにも行くんですけど、普通、例えば絨毯屋さんって村まで行って何かしようって絨毯屋さんって多分稀だと思うんですけど、うん、私は本当たまたますごく興味があって、その絨毯屋になるときに決めたのが、うん、物をね、売る人じゃなくて、私はその物がどのようにできて、どのような手を経て、どんな文化背景を持って作られてるのかを知りたいって、それと一緒にね、売る人になりたいってすごく思ったんですよ。だって物をただ右から左に流して、例えば人にこれどうやって作るんですかって聞かれた時に、なんかよく喋ってるようなことを一般的なことをお話しするんじゃなくて、実際に自分が体験してみて、実際にここにこういう形でやってるのよっていうのを本当具体的に説明できる立場でいたいって本当に思って、よくね、ちゃんと女性たちと話し合いに行ったりとか、行けるところはとにかく女性たちのお家の中に入ってってっていうことをしてたんですけども、これもね、よくトルコでもお話しするんですけども、絨毯屋さんっていうのはもともと男性の仕事ですね。いまだにやっぱり男性がメインの仕事なんですけども、当時女性の絨毯屋さんっていなかったと思います。で、それ私が許されたのは外国人だったってことで許されたんだと思うんですけども、やっぱり絨毯の取引も女性が作るものではあるんですけども、結局村行っても女性本人が出てきて絨毯を売るってことはないんですね。取引するってことがなくて、旦那さんが奥さんの作ったものを持ってきて、男性である絨毯屋さんと交渉をして、まあ、その対価をもらうっていうようなやり方が一般的だから、女性は出てこなかったんですよ。で私が、まあ、私は女性なので、例えば行った時に女性たちがまあ興味も持ってくださるんで、お家の中に招いてくれるんですよね。はい、おいでおいでみたいな感じで、これが男性の絨毯屋さんだったらまずまあ入れることないんですけども、そうですよね、特にそういう保守的な場所なんかは特にそうで、まあ、それでも女性だったんで入れたし、まあ、外国人だっていうので特にすごくなんか警戒もされずに招き入れてくれて、なんかそんな中で話が通じないなりにいろんなもの見せてもらったりとか、っていう時に、もう村のことですからね、おやすカーフっていうのを見ますよね。女性の頭に必ずおやすカーフがありますよね。で最初はもちろんそのおやすカーフが、かぎ針なのか、縫い針なのかってそこまで本当にわからなかったです。全然。知識もないし。それがまあ次第にね、いろんなところで見るようになっていくうちに、知識として縫い針のものがあるってことを知ったりとか、これはもうもちろん、例えば日本のね、その今井先生とか、まあ、トルコにいらっしゃって、まあ、もともとお友達なんですけども、関係なんですけども、だからその、今井先生がね、こういったものがあるんだけどって一緒に調べてほしいなって話になった時に、やっぱり一緒に調べることによって、あ、こういったものがあるのねっていう、もう本当に今井先生のおかげですよね。それに対して興味を持てたっていうのはね。まあ、そんなところからスタートして、で、まあ、
まあ、見ることが増えた、うん、で、まあ、知識としてもだんだん増えてきたし、うん、どういったところで作られてて、うん、どういったところにあるのかっていうのもだんだん分かってきて、うん、でそれまでは私はあくまでやっぱりあの裏方でいるべきだと思って、うん、そして自分からその展示会やったりとかっていう形ではやらなかったんですけども、うん、やっぱり ある程度立ってきた時に、なんかその、うん、もうちょっとこう情報をね発信して新しい情報も出していけかないと、うん、なんか話が日本で聞いてる話だけだと違う話もあるなって思い始めた時に、うん、まあ、そろそろ私もじゃあちょっと表舞台じゃないけど裏方からちょっと出てもいいかなと思い始めた時に、うん、やっぱり絨毯の展示会の時にちらっと親も出したりとかっていう風になったんですね。ただ十分今のような形で知識があった上では決してなかったです。やっぱり少ない知識でやってて、その当時って本当に情報なくて、今みたいにいろんなところに行って作ってる人がいなかったですから、やってる人いたかもしれないけどもやってないとか、ね、売るもの持ってないとかって形でないっていうのがもう基本な状況で、本当に探すの難しかったんですね。で、まあ、そんな中でいろいろ探しながら、日本人がこれだけ騒いでくれたおかげで、トルコの中にも、うん、親ブーム、犬親が見直されるってことがまた再び起きて、うん、今現在の形になってね、また状況的にもすごくいいんですけど、うん、本当に知らせなきゃいけないし、知ってもらわなきゃいけない、うん、そうしないとね、誰もやっぱりこう騒がないと表にその犬親自体が出てこないっていうのは本当に分かったので、うんうん、とにかく些細なことでもね、うん、情報の発信っていうのは必要だなと思って、そこからは気をつけて情報発信をするようにしています、うん、心がけています、うん、なんか育美さんの過去のブログとか見てもすごい情報がぎっしりね詰まっててね、読んでてすごい面白いなと思うんですけど、うん、最初からこう地域をいろいろ回るうちに、あれなんか違う、この地域はこういうのが多いなとか、そういう感じで地域性とかに気づいていったってことですか？そうですね、もちろん最初は縫い針かかぎ針かっていう差ぐらいしか本当に分からなくて、うんうん、その地域の差っていうのもそんなにたくさん古いものを見れる機会ってなかったので、うんうんうん、どう違うのかっていう理解するまでってかなり時間かかったんですね。その地域のものがどういうものがあるかっていうのを把握するまでの時間もすごくかかったし、でまたトルコって本当に広くて、その場所に行くだけでも時間もお金もかかるっていう、そうですよね、か簡単に行けないんですよ。なんかうん、今よりね、道もきっと良くない、ね、でやっぱり当時もやっぱりまだもうちょっと若かったから、お金ももちろんない中、うんうんうん、商売しながらね、なんとか暮らしていた時に、うん、それもかつ自分のお金でやっていかなきゃいけないっていう状況で、うん、結構大変は大変だったんですけど、うん、でなんかそんな感じでやっていたので、うんうん、ね、その育美さんの地道な努力のおかげで、今の私たちなんかすごいいい情報を知ることができてね、ありがたいなと思います。決して私だけではないんですけど、もちろんそのいいね親の、ね、普及ってことに関してはまた形が違えども、うん、そのすごくね、親糸屋さんとかね、他の先生たちもいろんな形でね、うん、すごく名前出してくださったし、で、うん、私は私でまたやり方が結構その伝統的なものって形で取って、うん、あくまでそちらの方からの観点からのご紹介をしてるんですけども、うん、なんかそういった意味ですごくこう幅広くね、いろんな形で受け入れをしてもらえるような形で今日本に広まってきてるかなと思います、うん、ちょっとじゃあ具体的に聞くんですけど、なんか一番今までで印象に残ってる親とエピソードって何かありますか？うんうんうん、なんか一番って言うと難しいだろうなと思うんだけど、ね、やっぱ急に言うと思い出す、徐々に思い出してくる話ってたくさん多分あると思うんですけど、うん、でも本当これは親に限らずなんですけども、うんうん、よくお店にね売りに来るんですよね、うん、買い取りにしてくれるっていうこと で、うんうん、で中にはやはりこうもういらないから邪魔だから売りたい、お金になるんだったらお金にしたいって売りに来る方ほとんどなんですけども、うん、中にはやっぱりねお金がどうしても必要で、うん、泣く泣く売りに来る方っていうのもいらっしゃるんですよ、うんうん、
でこれ絨毯でもすごく経験して本当にあの、うん、お母さんの形見になってしまったもの、うん、お嫁入りの時に持ってきたもの、すごくお金になるものではないんですよ、決して。私こんなお金にならないからしまっといた方がいいよって言っても、うん、でもねどうしてもこのお金がわずかなお金が必要だから売りたい、うんうん、で、まあ、そんなような形で持ってきて、で私お金いらない、あのお金いらないからお金も渡すから、うんうん、あの持って帰りなさいっていう時もあるんですけど、うん、やっぱりトルコ人の女性たちってやっぱプライド高いというか、うん、私はあの物乞いじゃないからちゃんと売るって言って置いていくんですね、うん、なんかそんなことよくあるんですけど、やっぱり親に関しても一緒ですね、お母さんの記念のものすごく大切なもんだけど、うん、どうしてももう子供のね学校のためにお金が必要だとか、うん、その病気になったかちょっとお金が必要でってことでどうしても売りたいって持っていらっしゃる方とかいるんですよね、うん、でそれがまあ本当大したものじゃない場合なんかもあるんですけども、うん、まあ、それでもあの涙ながらにね置いてかれる方とかこっちももらい泣きしちゃいますけども、うん、そうですよね、今聞いてもな、そうでも本当にね、そういうやっぱりそう気持ちのね、やっぱり親一つだけど、うん、の母親からどういった思いを込めて娘に渡されて、娘もどういった思いでそれを持っているかっていうことが本当想像できるし、知ってるからこそ、うんうん、なんかそのあたりって分かりますよね。でだからもちろんそれに対して多くお金をあげるとか多少気持ちはあげれるけども、それがね例えば1000円のものを1万円とか10万円はあげられない、もちろん。で相手ももちろんそれが分かってるから余計な分はいりませんって言うんですよね。なんかそういうトルコ人のそういうとこ大好きなんですけども、あのそうなんかそんなような感じでね、やりとりっていうのはすごく頻繁にあります。だからなんかまた、ちょっと時間経てばね、具体的に思い出すのかもしれないけど、うんうんうん、そういうことはよく、またね、ゆっくりね、うん、ありますね。なんかね、一枚一枚、そうですよね、ちゃんとこう思いを込めて作ってるわけだから、ね、持ってるものを大事にしなきゃなって今聞いて思いました。うん、そうなんですよ。ね、なんか、結局古いものなんか特にそうで、うんうんうん、あの売ろうと思って作ってるものじゃないじゃないですか、うん、基本的に昔のものって、うん、娘の自分の嫁入りだったりとか娘の嫁入りのために、うん、まあ、本当に気持ち込めて作ってるものが多いし、それだけ手もかかってるしね、うん、どれだけ作るの大変かっていうのを皆さん作り手でもあるので分かると思うんですけども、うん、なんかそういった気持ちを込めて娘に渡してるもの、でそれがまあこういった、まあ、もう必要じゃなくなったとか、この時代の流れを、あとお金がね、必要だとかっていう、まあ、少々の事情があって、まあ、今、私たちの手に来てるわけですよね。で、これ、私たちも、決して、無理して奪い取ってるわけではなくて、いらないって言われてるものから、まあ、いらないんだったら、じゃあ私たちがね、お金として、まあ、引き取りますっていう形で、もう本当に分けてもらってる、でそれをね楽しんでるって形なんですけども、うん、一点一点に本当に思いがね詰まってるっていうのはね、ね変わらないですよね。そうですよね。聞いてる皆さんもぜひね一枚一枚そう物語があるんですねって、うん、書いてくださってますけどね、本当ですよね。なんかじゃあそういう話とまた別に、いくみさんもこう好きな親ってあると思うんですけど、うん、特に気に入ってる親とかモチーフって何かありますか？こういう親が好きだなみたいな。私はね、なんか本当に針金が入ってるとか、ペップの色がなんか素敵とか、なんかそういうとこがすごいツボだなと思って見てるんですけど、なんかそういう好きなポイントとかなんかありますか？うん、なんか皆さんそれぞれね、うん、好きなポイントがあって、ね、うん、好みが分かれてるのって、うんうん、思いますけど、私個人的にはやっぱり自分がまあ古くから一番集めてたアイドゥン地方の、ね、結構リアルなお花好きですね、シルクの細かい細い糸で作られてるもの、あれの本当にゴージャスなものっていうのがたくさんあるんですけども、あれ本当に作るのを想像しただけでもまずすごいなって思うのと、うん、実際今あれをまた再び作ってる人たちがいないってことですよね。だからそれだけも特殊なものだったっていう、昔のものだったっていうこと
ですよね。で、これまた新たに作るっていうわけにいかない分野ですから、なんかそのあたりでやはり大切にしなきゃいけなきゃいけないと思うし、そのやっぱりその女性たちの作るもので資料が本当に少ないじゃないですか。で、なんかちょっとすごいもので、今やっぱりだんだんあの徐々に気がついて、その博物館で展示とかってあるけども、やはりそれでも十分じゃない資料の中やってるわけで、そういう中でね、まあ、私が何ができるかっていうと本当に疑問だらけで何もできないんですけども、ただそういったものをね、なるべくこう集めてね、一箇所にアイドンならアイドンのものをたくさん持ってて、こんなものがアイドンであるんだよっていう、まあ、資料をね、自分の中で持ってるってことはすごく大切。これまた後世に何かの形でね、残すことはできるかなと思って集めてはいます。なんか、いや、それによって何ができるか、どう貢献していけるかっていうのはまた全然わからない話なんですけども、ね、まず持ってることとかあることっていうのがね、まずそっからですからね。物がね、あればね、そこから、こうやって作ったのかなってね、解読したりとかね、後の方もできたりと思うし、やっぱりなんか古いものが古い形で残るって、多分今の時代なかなか難しくはなってきちゃうかなと思うんだけども、でもああいう素晴らしいものができる限りね、続いていってほしいなとはね、ちょっと外部のものとしては思っちゃうんですよね。でも時代とのその兼ね合いっていうかね、そこが難しいだろうなって思うんですけど、いくみさんとしては今後親はどんな形で残っていってほしいですか、ね、伝統的なものが。ね、またな、なんかその親イコール私の中でやはりこう伝統的なものだとか、その地域の特性を持ってるものっていうのが残ってほしいっていうのはもちろんあるんですけど、あれはあくまでやっぱりね、こちらの考え方で、実際その親に対して考え方っていろいろあると思うんですね。だからそのアクセサリーとして残していかなきゃとか、例えば実際その古いものの作り方知ってるご存知の年配の方ですら、今現在結局あの売れなければ作る意味がないっていう判断の仕方ですよね。そうすると何が売れるのかっていうので、結局あのアクセサリーにしたら売れるとか、なんかちょっとこうフラルっていう首に巻いたりとかできる、その観光客にも売れるようなものを作ればあのやっていけるのかなとかっていう、そういうな形で皆さん形変えてってるんですね。で、私はあくまでやっぱりその地域の特性のものを、特徴的なものを残していくべきだって個人的にはもちろん思うんですけど、それが結局売れなければ作り手さんもいないし残らないし、まああの、まあ、代替案というか、そういった売れるものを作っていく、でそういう形でまた形は変わるにしても残していく方がまだいいのかなっていう考えもね、あの尊重はします。ただこんなにね、地域独特でね、あの面白いものが本当にトルコの各地域であるわけじゃないですか。それがね、失われてっちゃうのはすごくもったいないなと思っています。そうですよね。なんとかね、うまく共存しながら残れるといいなってね、日本から願っておりますね。本当ですね。また話は変わるんですけど、今回あの、はい、ブルさんの親コンテストに日本人の方、はい、あのかなりたくさん作品出されて、うん、でさらに今、はい、親フェスジャパンでも、あの、うん、コンテストには出せなかったけどって送ってくださる方がね、うん、あのいろいろな作品を出してくださってて、すごく毎日ね楽しいなと思って私も見せていただいてるんですが、なんかそういう日本で作ってる方とか愛好家の方に向けて、いくみさんからあのメッセージをいただきたいなと思うんですが、の言葉をなんかあのでも本当あの親コンテストにはね、出してくださった皆さん、本当に参加してくださったこと自体も本当に感謝しています。あのね、費用をかけて遠くから、日本からね、国際郵便で送っていただいて、何のね、その見返りもないようなコンテストなんですけども、それに出してくださったってことだけで本当に感謝しています。でまたその皆さんがそうやってやってくれたことに関して、またトルコの人たちもね、日本の人たちがこんなにね、あの興味を持ってやったんだっていうことを、ね、少なくとも影響を受けてくださってますので、あのやったことは本当に無駄じゃないというか、あのこれから、ね、トルコに
影響を与えていくと思います、うん、またこれ来年もね開催されていくと思いますので、今年は本当に日本人の方たくさん参加してくださったので、来年もまたね今から頑張って作品、構想を立てて、なんか作品作りして、また来年もぜひね、出していただきたいと思います。今度はね、ただとは言わないように、なんか本当は私たち自分たちのお金からね、賞金出そうかって、本当に、友人のね、イブラヒムなんかと喋ってたんですけども、なんか、それぐらいしてもいいぐらいの、心づいでね、いますので、うん、もちろん皆さん賞金目当てでは決してないと思うんですけども、うん、なんかそれぐらいのね気持ちでいますので、また来年なんか、ね、皆さんがちゃんと出したなりのことがあるように私たちの方でも努力しますので、うん、ぜひ皆さんもまた参加していただきたいと思います、うん、またこう日本でね作品をお互いに見せ合う機会っていうのもなかなか今までなかったと思うんですけども、うんうんうん、なんかみんながどんなものを作ってるかってね見るだけでも本当にね楽しいですよね、うん、今まではやっぱり、うん、わかんない作り手さんお互いにやっぱりこう警戒し合うのか自分はできてるのかどうかっていうのは多分そういう気持ちは絶対あったと思うんですけども、うんうん、でもこうやって出してみたらあみんなこんなの作ってんだ、うん、あこんな面白いことやってんだってね、うん、またもうオリーブちゃんのねねえ、いいですよ。もうやっとやった、うん、パンツじゃなかったけど、うん、あこれ見れたみたいな、やっぱりすごくこう喜びあるし、なんかそんな形で、皆さんがどんなことやってるかってお互いに知ることとかね、うんうん、でまたこれで私も出してみようかなって思った方も多分いらっしゃると思うし、うんうんうん、とてももう意味のある有意義なことだと思います。うんそうですよね。刺激がね、はい、またね、受けて、また新しく入ることもあるだろうしね。うん、ぜひまた、こうやってね、本当に関わらせていただけて、本当にありがたいなって思っています。うん、はい。いくみさん、あっという間にお時間が来てしまいました。最後に。そうですね。早かったですね。28日にいくみさんの話し会があるんですけども、はい、少しその PR をして終わりにしたいなと思うんですが、はい、28日の、はい。お話し会はどんな内容ですか？はい、28日のお話し会は、今回そのブルサのコンテストと、かけまして、そのブルサの、村ですね、いくつか主に4つの村行ったんですけども、そこで本当にその昔の親のことを知ってる女性たちと会うことができました、うん、でその、昔からの習慣と、で実際にそのお持ちだったね嫁入り道具としての親っていうのを見せてもらいながらいろいろお話伺ったんですけども、なんか本当に面白いお話がたくさん出てきましたので、うん、なんかそういったお話をね一緒にね楽しめたらいいなと思っています。で多分あんまり聞いたことないようなお話も実際あって、うん、なんかその矢妻の色のお話ももちろんあるし、うん、親のモチーフもところ変われば同じブルサの中でもこんなに違うんだとかね、うん、なんかパドルガの親のね、また、うん、面白い親のモチーフの話とか、なんかそんなの、うん、その生活習慣と合わせて本当面白いお話がいくつかありますので、そんなことをお話できたらいいなと思っています。楽しみです。はい、28日土曜日の9時から、はい、時間ですね。はい。はい、なので、ぜひ、興味ある方はお申し込みください。はい。では本日はトルコのアンタルヤ在住のミフリン野中郁美さんにインタビューをさせていただきました。ね、なんか初期の頃のお話とかすごく面白かった。またこういう機会があるといいなと思います。はい、そうですね。まだあんまりこうオープンにできないお話もたくさんあるんで、また裏の回がありましたら、またいくらでも話します。すごいハードが飛んでますから。はい。はい、ありがとうございました。裏話でもまたできたらなと思います。はい。はそれではいくみさん、今夜はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。皆様もどうもありがとうございました。